キッズです。動画を見てくれてありがとうございます。今回から数回に分けて初心者向け GIMP 基本操作講習をします。 GIMP 2.1018 にバージョンアップして若干仕様も変わっている部分もありますので、一緒に覚えていきましょう。それでは GIMP を開いてみてください。今回バージョンアップして大きく変わった部分はこちらのツールボックスの仕様です。一見ツールが少なくなっているのですが、右下にタブがあり、こちらのタブのあるツールを右クリックすると移動や整列、またこちらの選択の方は、矩形選択か楕円選択が選べるようになっています。このままの仕様だとツールを覚えていない場合には使いたいツールを探すのも大変だし、使いたいと思った時にカーソルをここまで持っていき右クリックで選ぶというのは結構大変な作業になります。ショートカットキーを覚えていて使うパターンもありますが、こちらですね、メニューの編集設定の項目で昔のようにツールを全部表示させることができるみたいです。設定のウィンドウが開きましたら、こちらのツールボックスというのを選択してください。そうして、ツールボックス内の Use Tool Groups っていうのがありますが、こちらのチェックを外してください。グループ化されていたツールが、全部表示されてくれます。今まではこの仕様だったので絶対こちらの方が便利なので OK します。はい、こちらでやっていきましょう。私の他の動画の方も、参考にしやすいと思います。では今回ちょっといくつか触ってみましょう。まずファイルで新しい画像を選択します。テンプレートのところをクリックしますと、この中に用紙のいろいろなサイズがあらかじめ準備されてますので、今回は A4 を選択します。 OK します。こちらが普通の A4 サイズで元となるテンプレートができました。それではここに写真を読み込みたいと思います。読み込む場合には直接写真を GIMP のここにドラッグしてもいいのですが、通常はファイル、レイヤーとして開くをします。はい、写真を1枚開きます。カラープロファイルというウィンドウが開きます。カラープロファイルとは写真が持っている色特性をキープするかしないかという部分です。今回の場合には写真を複数枚使う場合に、同じカメラで撮った写真を使う場合には写真自体が持っているプロファイルを維持する方が写真の色をそのまま維持できます。しかしいろんなパターンで撮られた写真の場合には、写真が持っているカラープロファイルも様々だったりするので、その場合には下の方の GIMP のカラープロファイルに変換していた方がいい場合があります。今回は変換にします。はい、写真が読み込まれました。移動をすると、写真はこのように動きます。はい、今こちらの白い下地の方は A4 サイズですが、写真自体が、若干はみ出て大きくなっているので小さくしたいと思います。はい、小さくするにはこちらですね、ショートカットではシフトプラス S ですが、拡大縮小をクリックします。ツールを
選択するとツールオプションというのが開きます。こちらには選択したツールの設定ができるようになります。現在拡大縮小のツールを選択したので縦横比をいじっていうのにチェックを入れます。こちらにチェックが入っていると拡大縮小するときに縦横比を維持したまま変化させることができます。こちらのチェックが入っていないと写真がこのように潰れたりしますので、こうならないようにするためにチェックを必ず入れて縮小を拡大してください。それで縮小を拡大して決定するときにはエンターを押すのですが、エンターを押してしまってから写真をまた小さくする分はいいのですが、拡大しちゃうと画質が悪くなるので、エンターを押す前に大体のサイズは決定します。この場合にはある程度小さくして、このままの状態で移動したいときにはこの中心の中にあるマークですね、ここのところにカーソルを添えて左クリックで写真を移動させます。ここである程度の写真のサイズを決めます。このぐらいですね。このように決めます。これで問題なかったらエンターを押します。すると写真のサイズが決定します。変更したいときには小さくする分はいいのですが、拡大するのは画質が悪くなりますのでやめてください。どうしてももう一度やり直したいときにはコントロールプラス Z で戻ってください。再度写真のサイズを変更していきます。問題なければエンターで決定します。もう一枚写真を読み込みたいと思います。ファイル、レイヤーとして開く、はい、はい、読み込まれました。ファイルからレイヤーとして開くっていう形でやっていますが、レイヤーって何だろうっていうのがありますよね。こちらの右上の方ですね、こちらはレイヤーダイアログと言いまして、いわゆる写真が、1枚ずつ上に重なっていっているっていう感じになります。こちらの目玉のマークが表示・非表示になります。ここをクリックすると表示させたり非表示にしたりしていきます。写真がこの白い背景に、まず1枚目の写真が乗っかっていて、次が今読み込んだのが3枚目に乗っているって形です。下から順番に重なっていくっていう形です。レイヤーが分かれていることで写真を個別に移動することができるんですね。これが全部1枚の写真の中にあった場合には全部一塊になってしまいますので、つまり全部1枚にあってしまうとこのように写真がもうくっついちゃってる状態になるので、こうならないために作業しやすいように別々のに分けているっていうことです。はい。ではこちらも縮小を拡大してみましょう。サイズが決まったらエンターです。はい、写真が決まりました。下の方の写真に整列させてみたいと思います。では整列はツールボックスの、整列ツールをクリックします。はい、まず基準にしたい写真を最初にクリックします。そうすると四隅に白いポッチがつきます。次に整列させる写真を選択します。シフトキーを押したまま、次は揃えたい写真を選択します。はい、四隅にマークがつきました。はい、こちらですね。こちらのツールオプションの方で上の方の
左揃えにします。はい、すると下の写真を基準に左側に揃えました。次に、こちらの間隔を揃えたい場合には、まず上の写真を選択してシフトをしながら下の写真を押します。オフセットですね、 Y 軸に1600、まあ、このような感じですね。このように間隔を開けることができます。同じ要領で写真が増えてもできますので、このようにやってください。もう一枚写真を読み込みます。カラープロファイルが変換。はい、この写真を切り抜いてみたいと思います。丸く、切り抜いてぼかしを入れたいと思います。今この写真は一番上にレイヤーとして載っています。これ非表示にしたら下が先ほど作っている最中のものが表示されます。今一番上に載っているので、下の方のレイヤーが見えなくなっていますが、一番上にあります、載っていますね。はい、じゃあ切り抜いてみたいと思います。楕円選択を選択します。ツールオプションで固定に、縦横比固定にチェックを入れます。そうして、そうすると綺麗な楕円が出来上がりますので、一度場所を決めます。こんな感じでしょうかね。楕円の縁をぼかしたいと思いますので、右クリックで選択、境界をぼかす、境界をぼかすですね、こちらを選択します。境界をぼかしたいので、こちらは、20程度を数字を入れて OK します。数字が大きくなればなるほどぼける範囲も大きくなります。まあ、だいたい20ぐらいで OK としましょう。はい、見た目は何にも変わりませんが、右クリックの編集コピーを選択します。はい、見た目は変わりませんが、では一番上のこちらのレイヤーの写真を非表示にします。はい、非表示にします。そして、こちらですね、一番左の新しいレイヤーを追加します。こちらを選択してください。こちらは OK です。はい、見た目は変わりませんが、新しくレイヤーが追加されました。上で右クリックで編集貼り付けをします。はい、ぼけて貼り付きました。はい、場所を移動して、移動はこちらですね。今私はショートカットキーでやってますが、ショートカットキーを覚えると早いですよ。ショートカットは M ですので、キーボードのですね。こちらをこのような感じで、このような感じでですね、移動して決めます。はい、決めたら、こちらですね、ダイアログでフローティングレイヤーを固定っていう怒りマークをクリックします。そうすることでレイヤーに貼り付きますので、レイアウトできました。こちらですね、背景を、黒色にやってみたいと思います。背景を黒色に塗るためには、こちらですね、背景色、こちらを、まあ、黒にして、塗りつぶしツール、塗りつぶしツール、あ、これですね、塗りつぶしツールでレイヤーを選択して白い部分をクリックすると黒くなります。背景が黒くなりました。今回は、写真の読み込み方と写真の移動、拡大縮小、選択範囲での選択の仕方、ぼかし方、練習してみました。記事の方でも詳しく記載しますので、そちらを参照しながら調整してみてください。コメントとチャンネル登録よろしくお願いします。